京都大学の吉原です。お休み中にもかかわらずたくさんおいでいただきましてどうもありがとうございます。それではスライドをお願いします。全体の司会ということではありますけど、最初にお話を2、3分して、であとは数えたら9人プレゼンテーションがありますので、どんどんやっていっていただきたいと思います。でちょっと振り返ってみますとですね、古い手帳にですね、88年2月24日兄弟訪問という記録がありまして、その時高橋先生も平川先生もおられた。でその時、丸一日、午後いっぱい、いろんなことを教わって帰ったという記憶があります。で、その時、平川先生だったか高橋先生だったか忘れましたが、今からそういう仕事をしてたら10年もしないうちに教授になれるんじゃないかという話があって、で、まあ、そういう、それを全然リアリティを持って受け止めてなかったんですけども、こうやって見ますと7年後に宮崎大の教授になったということです。で5年間いまして、熊本大学にさらに3年間、そして縁がありまして2003年以来京都大学ということに、この10年間過ごさせていただきました。で、とても刺激的で楽しい10年間だったと思います。で幸いなことに高橋先生が情報学研究科との間で協力講座ということで、情報学研究家側にも講座を作っていただいておりまして、それを引き継ぐことになりました。でこれも非常に私にとってはラッキーなことだと思います。で今日話をする人たちのかなりの部分がその情報学の方から来た方々です。で、90年代の初めにですね、こういう新聞、これ宮崎の新聞だと思うんですけども、これはまだ92年ぐらいなので、外科で仕事をしている時代ですけれども、データを集めてそれを利用するんだということをですね、語っておりますけれども、まあ、振り返ってみますと、まあ、それをずっと一貫してやってきたということが言えると思います。で、京大の医療情報部の歴史として考えますとですね、82年から、まあ、平川先生で、87年から高橋先生、そして2003年から学士と引き継いできておりますけれども、まあ、大体色分けをすると維持、オーダーエントリー、そして電子カルテという時代でありまして、その間ここに下にちょっと書いてありますけれども、病院の年収がですね、103億円の時代から今306億円、310億円も超えてると思うんですけど、そういう時代に変わってきています。で、まあ、こういう時代を駆け抜けながら、データをとにかくいろんな方に利用するということをやってきたわけですけれども、まあ、この2003年、2013年以降、私 の、 お願いが、まあ、聞き入れられてですね、情報学研究科の方で、新しい研究ユニットを立ち上げることになりました。来月からはそちらの方で少人数ではありますけれども、3人ほどのスタッフで仕事を続けさせていただくことになります。で、今日の講演ですけれども、本来10名いたはずなんですが、1人、中尾先生、今、情報学の方にいますけれども、学会で都合が悪いということで、9名。で、先ほどご案内もありましたように、京大はですね、宇宙動物園と呼ばれておりまして、お互い、本当に好き勝手なことをやってまいりました。誰が誰とは申しませんけれども、こういう人たちがこれから9人喋りますので、どうぞ楽しんでいただきたいと思います。まずは永瀬先生からです。よろしくお願いします。